はい、一月マンサ清水です。今日はですね、安倍元首相の国葬の反対多すぎ問題というところで、本間さんと話をしていきたいなと思うんですけども、まあこれフラッシュがね、まとめているんですけども、安倍元首相の国葬、世論調査で反対が圧倒的、どこをとっても、このもう反対であるという、ちなみに一月マンサでは 90% 以上の方が反対と。いうことで、さすがうちの番組偏ってるなっていうことがよくわかるんですけども、こういう状況の中でですね、岸田さんいくらなんでもこれやめた方がいいんちゃうっていう話を本間さんとしたいなと思っています。本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやーなんかこの産経新聞 FNN の調査ですら反対の方が多いっていうもうこれやる意味ねえじゃんもうね、人気取りになんねえよもう、なんでこんなのやりたがるんだろう。まあ最初からね、世論なんてのは別にもうどうでもいいと思ってるんだろうね。でとにかく自民党の保守派、と自民党の保守派プラス保守派っていうか安倍派だよね。保守派、安倍派、それと自民党を支持してくれる保守派をだけ喜ばせればいいと、どうせね反対なんか多かったって、解散総選挙しなければ反対だから、反対なんかいいんだとほっとけば、この3年間お使わせてもらいました。3年後には忘れてるやろはは3年後はもう、どうせ忘れてるからいいやって。っていう考え方ですよ。もうそれ以外ないよ。説得しようなんて思ってもいないし。だから、こんだけさ反対が多いのにね、じゃあ誰か自民党議員でこんだけ反対が多いんだからやめた方がいいですって言い出したやつなんか一人もいないわけです。確かにな。大抵あるじゃないそういうのって。やっぱりあまりにもっていうか今回の場合さ反対の方が多いわけだからさ。だから民意を組むべきであるとか、例えば石破さんとかがさ、言うってさ、なんかポロッとやってガス抜きを図るってあるじゃない。今回ないんだよね。だからもう最初から目的が国民を説得してどうこうしようとか、そういうのがないってことだよね。いいの、別に。特定の層だけ。が喜んでくればいいんだと。だから別に説明する気もないし、だって2億5000万なんて大した金額じゃないでしょって言って警備費が30億円以上隠れてんだけど、結局そういうこと。つまりもう説得する気はないんだよ。だって安倍を嫌いな人をどうやったって説得できないじゃない、こんなの。であと外交の場に使えるよ、コスパがいいよって言ったけど、マクロン来ないって。よくよく考えたら別に来る必要ないじゃん。そうで。で、さらに言うと、アメリカもですね、大統領来ません。ね。ハリス副大統領は来ますけど。なんか意外とそれは考えてみたら危険ですからね。今、日本は。コロナでも危険だし、もともと安倍さんが何で亡くなったのって言ったら、そういう第二の山上が出てくるとも限らないので、だからこれどっちにしろ危険じゃん。ってことはね、ちなみにプーチンさんも来ないんですけど、それはいいよ別に。もう来たら逆にびっくりするわ。いやだけどさ、なんていうの、これを外交の場とするっていうんなら、プーチンが来たいってんなら来てさ。みんなで取り囲んでボコボコにするとかやり合い。いや、それ外交じゃないです。それ外交じゃないです。リンチです。みんなでほら、こう取り囲んでさ。メルケルがドスコイとかやって。メルケルさんも別に来ませんから。あれ、メルケル一応今なんか来る。調整中なのか。メルケルがドスコイってぶつかってって。でもさ、それ、検討してるっていうニュースが上がったのがですね、8月9日、ドイツのメルケル前首相も出席を検討してるって言ってるけど、フランスのマクロン大統領も検討してるって言って、で結局マクロン来なかったじゃん。あ、来ないんじゃない？まあね、現役の人が来る必要もないっちゃ必要ないしね。まあ一応来る中で一つの現役首相大統領大物はインド。インドの首相来るよ。あれ決まったんだっけ？うん、モディさん来るって。一応そういうことにはなっております。まあ一応あとね、アメリカも副大統領が来るっていうのがさ、政治的には重い話だけどね。まあね。あら本人にはかなわないけど、一応さナンバー2だからね。でもハリスさんアメリカで賛否両論なんだけどね、この人。ちなみにですね、この私国葬の成立っていう本を読んだんですよ。これによると大久保利通以降なんですよね、派手に葬式をやるようになったのは。それよりも前の徳川の将軍とか、あとですね、天皇はですね、夜中に葬式こっそりやって、でそしてスッと終わるっていう、これが基本だったんですって。で、将軍が亡くなった13代か14代の将軍、13代だったかなの将軍が亡くなった時に、イギリスのね外交官たちが「見たいんだけど」っていうふうに言ったら「見んじゃねえよこの野郎」っていうふうに幕府がブチ切れて、でイギリスが「なんで見してくんだよてめえ」っていうふうに拳銃突きつけるぐらいの剣幕になったっていう、そういうそれぐらいこっそり行う権力者の死っていうのは。それがなんかね、大久保利通はあれは暗殺だったじゃないですか。大久保利通がこう撃たれた時は、その明治天皇が「利通を」っていうふうに泣く姿を見せて、かつ盛大にやることによって、こうなんていうか、こういうことをするやつは逆賊なんだぞっていう、そういうイメージづけをして、当時の不平士族とか自由民権運動反政府派を抑えるっていう、そのためになんか利用した。でそれがなんかね、うまくいったらしいんですよ。でそれからね、岩倉具視が病死する時も国葬っぽくやって、で三条実時ね、これをやる時も国葬っていう風にやって、なんか味しめたっぽいですね。それからで大正時代になって勅令で国葬令ができて、もう国葬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 みたいな感じ、こういう歴史なんで、別に日本の伝統でも何でもないです。明治以降のイベントです。まあそうだよね。まあ結局その大々的にやることによって、あとまあ明治以降になると、あ、すみません、三条実時じゃない、三条実富でした、ごめんなさい、間違えました。はい、明治の元君ですね。あれをまあ結局あとほら伝達方式が広がっていくじゃない。そのもう明治になるとものすごい数の種類の新聞が出てさ、でそれをこう国葬とかなりはまたみんながそれを書いてうわーって広がっていくっていうさ、そういうその文化の違い、まあもちろん江戸時代も瓦版はあったけどさ、ちょっとレベルが違うわけだからそういうのもあって、国民へのその伝達能力も上がって、でこんな立派な葬式をやるんだから、この人はイコール立派な人であると、っていう。まあね、だって何も知らない国民はそれで納得するよね。すごい、こんなに何千人何万人も参列してする人ならばイコール良い人、素晴らしい人、っていう、まあそういうまあこれもプロパガンダだけど、まあ一気に広げていくのには便利だと。そうだから明治の大久保利通、岩倉具視、三条実時、三条三そのあたりをの例に従うのであれば、ちゃんとね、今回も安倍さん自民党の反対分子をね、この人偉い人だったんだよね、そんなね安倍がとか言っちゃダメっていうふうに、で自民党もすごいんだよっていうふうに言うためにはですね、この歴史で見るにはですね、あの人が出てこないとダメなんです。現天皇陛下が出てきてですね、安倍さんはいい人でした、よよよよよよよって泣かないとダメなんですよ。絶対ないね、これは。まあないね。ないね。それは保守派としてはしてほしいだろうけども。これはない。これない。だから秋篠宮でしょ？そうそうそう、一応、嫌だけど、一応出なきゃダメだから。そうね。まあ、天皇はまあもちろん出てこない。うん。なので、そういう意味では、天皇なし、かつ弔意の表明なし、という意味では、なんかこれやる意味あんのかなって。ないね。だからこれ、仮にですよ、成人さん出てきてですね、安倍さんはいい人でしたよよよよよよよ。我が孤高の芯であった。とかっていうふうに言ってくれたらさ、これはもう、安倍がーとはさ、こういう勢い絶対いると思うな。そうね。絶対出てこないから、さすがにね。いろんな問題があるんですよ、天皇の政治利用とかね。っていうか、そんなのまで来たらアメリカもびっくりだよ。あれ大日本帝国復活ですかみたいな感じで思っちゃうから。でそうすると、やっぱりさ、何のためにやるんですかって。お支持率下がりまくるよ。本当にいいの。本当に黄金の3年間で解散さえしなきゃいいんだよ。いくら支持率下がってもええわ。いいのいいのいいのいいんです。いいのうん。いいんですか。いいんです。もうね、3年あるから忘れるんだから。うん。そうか。大丈夫だよ。何の問題もない。うん、何の問題もない。うん。うん。それで、保守派の人からはよくやったって言われる。岸田さん素晴らしい。うん、やっぱりね、パイオクどものガーガー言われる中をよくやりきった。うん、まあよくやりきるのは警備担当する警察官。まあそうだね、コロナにかかると思うけど。かわいそうじな、またこんなもんのために東京に派遣されてコロナになってってさ。そういう話。オリンピックの時って一緒やんかいな。そうそう、一緒だよね。でも、なんていうのかな。警備に対するさ、なんていうの、神経の張り詰め方はさ、オリンピックの日じゃねえぜ、これ。ねえ。万が一でも何かあったらまずいじゃない。万が一でも。うん。いや、今日かな。うん。僕によく情報をくれる、ツイッターで情報をくれる人、本間さんが昨日喋ってたの、こんな映画あるよって言って、エンド・オブ・ステイツっていう映画があって、アメリカ大統領ね、アメリカ大統領をテロ暗殺部隊が襲うっていうさ、映画があるのよ。で、その映画のね、予告編、ね、送ってきてくれててね。どっちにしろ流せないですけどね、ここには。これがね、面白いんだよ。ドローンが山のように、要するにもう、特攻ドローンが、要するにさ、大統領が乗っている船を襲うっていうね。ビャ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 、それをものすごい数で降ってくるわけ。すげえっていうさ。なるほど。で、そのドローンは AI を積んでいて、もう自動追尾型になってるわけ。もう絶対当たるんだよ。っていうね、まあそういうシーンがあって、この映画はね、なんだっけ、これ、1と2があるのかな？これ、エンド・オブ・なんとかシリーズってやつだと思いますけどね。エンド・オブ・ステイツね。で、その中でそういうシーンが出てきますねって言って、予告編見たら、もうさ、そのドローンがさ、一機一機こうやってふんわりとかじゃないの。ロケットランチャーみたいな、あるじゃない。多連装ロケット。で、そこからバババババって出てくるんだ。うわ、これは防げないっていう。いや、まあでも、さすがにまあ、そこまでのやつをやらなかった。そこまではさ、日本じゃ無理。まあ、アメリカ。まだ無理だと思う。いや、10人ぐらいの人が本気でね、ドローン改造して発射したらそれだけで終わりよ。今回のやつも十分攻め込むことはできるよ。もうそこが怖いなって思うんだけどね。さすがに明治の頃はドローンなかったんで大丈夫でしたけどね。まあドローンないけど生身が突っ込んでくるからね。まあね。刀背負ってさ。それもある意味怖いからね。まあ、大久保利通はそれでね、ぐさってやられちゃったわけだからさ、まあ、どっちが怖いんだよっていうと、うん、まあ、爆薬ね、うん、爆薬をさ、昭和するっていう意味においては、その、被害半径が広がるっていうことです。うん、それはドローンの方が怖いとは思うけど、まあ、それにしても、うん、とにかく警備が一番大変だろうっていうね。で、なんか今日朝日新聞に出てた記事で見たら、首相経験者の国葬のとかの負担に関しては、中曽根康弘内閣自民党合同葬の時はですね、7959万円。うん、で、安倍さんは警備費置いといて2億4940万円。うん、だから一番高いんだよ。いや、まあ、あと諸物価値上がりしてるから。まあそれもそうですね。うん、諸物価値上がりだから、吉田のさ国葬がいくらだとか、うん、もう全然意味ないんだよね。まあ吉田の国葬は1810万円だけど、これ1967年だから、ね、いやもう全然、うん、ほら物価のレベルが違うじゃん。56倍以上あると思う。うん、うん、ってことはさ、うん、まあ簡単に言って10倍ぐらい違うか、10倍以上違うか。まあそれでも吉田茂の方が安いけどね。え、でも8000万なんでしょ。じゃあ1810万。1800万か。うん、うん、それでも安いよね。うん、まあ安いだろうね。でもこれさ、最近で言うと中曽根康弘、宮沢喜一、橋本龍太郎と比べて安倍晋三どっちの方が偉いですかって言われたら、いやちょっとだいぶ格下がったなっていう感じが。だいぶ格は下がるよ。だから、うん、俺もなんかずいぶん前に言ったけど、うん、あ、安倍って本当総理大臣の格を下げた男としてさ、うん、歴史に残るよね。残るね。うん。やっぱり、いや俺中曽根なんか別に全然好きじゃないけど、うん、ああいうやっぱりなんか歴代の首相ってさ、うん、まあやっぱりなんかちょっと重さがあってさ、うん、まあ私のイメージでは中曽根康弘でもちょっと軽くなったかなぐらいですよ。やっぱ岸信介とか、ね、吉田茂とかそういうのに比べたら、うん、宮沢喜一なんかは、うん、その池田勇人の、教え子だからさ、やっぱりちょっとこうその昭和直後の、うん、首相たちの重さを見てきているっていう、ね、うん、そういうのはあったけど、ただ彼もね、なんていうの、彼はどちらかというともう超優秀な頭脳明晰なさ、うん、官僚の上がりの人だからさ、うんうん、ちょっとこう庶民的ではない、うん、まあそうね、うん、うん、面白みは特にない。だからでもなんか戦前大日本帝国ってすごくひどいところだってイメージあるけど、なんか原敬内閣総理大臣とか高橋是清とか、うん、なんかそういうのに比べるとですね、まあ、だいぶあかんくなったなっていう気はするんですけど。まあそうだよ、うん、まあしかも安倍のさ、うん、国会での言動がひどすぎたじゃん。ひどかったね。だからこうあまりにもひどすぎちゃって、うん、なんかね、小学生とかさ、ああいうのにさ与える首相としてのこのリアルな重みっていうのがなくなっちゃって、うんうん、まあやっぱり戦前の総理大臣で私一番印象深いのは鈴木貫太郎、うん、うん、終戦のね、うん、まあ日本の一番長い日でもなんかもう、戦中の人で、もうこう毎回これよぼよぼで出てくるあの人なんだけども、まあこの人じゃなかったら多分まあちゃんとできなかったんだろうなっていう感じを感じさせる人ですけど、なんか鈴木貫太郎、確かね、鈴木貫太郎記念館っていうのがあるんですよ。千葉県ですよ、あれ確かあるの。あ、そうだ。うん、あるんだけど、残念ながらですね、予算がなくてですね、うん、閉鎖してたはず。野田市にありますよ。野田市に。野田市にあるの？そうそうそう、野田市。すごいな。あるんだけど、もう建物老朽化でね、もう残念ながら再開は困難です。あら？だって思って、安倍晋三にこんな金かけるんだと、鈴木貫太郎記念館に予算10分の1でも回して、ちょっと補修してやれよっていう、この戦争を終わらせたご政談をね、ちゃんと取り持った内閣ね、鈴木貫太郎内閣は、もう記念館が廃刊しそうになってて、で、亡くなる時に、永遠の平和、永遠の平和で亡くなったっていう有名なもう、人なんだよ、うん、なんだけど安倍晋三にこんな金かけるって、いやちょっと鈴木貫太郎さんちょっと分けてあげたらって。最近国葬とかいろいろ調べてて、この鈴木貫太郎と安倍晋三の落差って面白いなって思いました。まあね、ちょっとあまりにも比べることすら、うん、もう恥ずかしいね、おこがましいというかさ、うん、いくらなんでも比べられないぐらいのレベルだ。だからなんか本当内閣総理大臣って軽くなったよな。うん、そうよ。もはやさ。鈴木貫太郎ね、そうだったんだ。野田なんだ。ってことは野田が出身地なのか。みたいよ。うん。だって千葉県の人ですからね。まあ当時はその野田じゃなくって千葉県なんか東なんとかかんとか、なんとか町っていうところ、ああ野田市関宿町だね、うん、そこでいたんですよ、うん、ちょっと行ってみようかな、俺近い。だから今行けないんですよ、鈴木貫太郎記念館はもう、残念ながら老朽化で。でそれでなんかアベノミクス大失敗して、プーチンに失敗ぶっこいて北方領土を帰ってこなくって、北朝鮮から拉致被害者も何も取り戻せなかった人は豪華な国葬って、これなんなん、ひどい、ね、扱いが違いすぎる。令和元年の台風19号の影響及び耐震診断の結果、当面の間は臨時休館。はい、そうです。はあ、なんか悲しいな。金の使い方間違ってる。間違ってない。鈴木貫太郎記念館ちょっとでいいから補修したけど、1億円あれば十分できますよ。もうこの差が。ご先祖様をちゃんとね、もう歴代内閣のこういうのもちゃんとやった上で、安倍晋三も内閣自民党合同葬とかだったらまだわかるけどさ。まあね、統一教会と自民党合同葬にすりゃ誰も文句は言うけど、もうそれでいいじゃんね。うん、それでいいと思うんだが、うん、まあ弔意を押し付け、でもこれさ、弔意要請はしないしないって言いながら、どうすんのかな、全国の教育委員会とか。それでも忖度して、私は忖度してさ、弔意した方がいいよ、半旗掲げた方がいいよ。いや、あくまで要請でございますから、従うのは自由ですよ、はみたいな感じでやるだろうね。これもやらしいよ、結構いろんなとこでさやるぜ、きっと。だってあとよ、だってさ山口県とかやるでしょ。いや絶対やるでしょ、偉大なる安倍先生のね、いたまをなんとかとか言ってさ、偉大なる安倍晋三財先生の御霊をみんなで送りましょうみたいな、やると思うよね。あれ千葉県はやんねえかもしんねえけど、まあもう山口とか、まあやっぱ地元だからね、地元はやるんじゃない？やってもおかしくはない。じゃいいよ、もう山口県で、山口県葬でいいよ。そうそう、だって県葬やるって言ってるんだからさ、なんで国葬もやった後に県葬までやるんだよ、もう意味わからん。なんかそんな、なんでそんな何回も葬式やるんだっていうさ、葬式マニアな。いやもうだからそれもこの国葬の成立でも書いてある、要するに政治利用なんですよ。そうそう、お葬式のイベントか。まあ完全にそうなんだよね、だからね。でもだからさっきも言ったけど、弔問外交にさ、なんか弔問外交に意味があるっていう人はいっぱいいるじゃない。世も末ですけどね、でもそれはさ、じゃあ100歩譲ってそうだって言うんだから、それは現役のその世界の要人たちのね、しかもトップが来るっつんならそれは分かるよ、ね、だってこっちは岸田首相なんでしょ、だからまあそれはメルケルの後誰だっけ、シュルツか、シュルツとか、あとそのほらあれアメリカもやっぱりバイデンが来るともさ、それなら分かるぜ、だけど世界のトップで、あ、シュルツじゃなくてショルツです、ショルツ、ショルツ大統領ね。でそのそうじゃなくって、まあ本当のトップは来ないね、インドのモディさんからカレーモディみたいな、そういう人しか来ない。モディさんはなかなかにインドを治めてて、いろいろ賛否両論あるけど、まあ、それで頑張ってる人だよ。カレー好きなのかな。カレー好きなんだ。いや、まあインド人ってカレー嫌いな人いないと思うんで、それ日本人でご飯嫌いっていうぐらいの勢いだと思いますけどね。味噌汁とご飯嫌いって言われて嫌い人いないじゃないですか。ねえ、でもそれぐらいしかいないわけじゃん。あ、だから世界の元首来ないんだから、いいじゃないか、プーチン来たって別に。まあそうね、逆に、あれだ、枯れ木も山のにぎわいってやつだよ。え、何みんな来ないの、じゃあプーチン OK にしちゃおうか。これで岸田がプーチンと会談してさ、ウクライナ戦争やめなさいよって言えばいいじゃん別に、ねえ。そんな、だってお前トップが来ないでさ、トップに次ぐ人たちかもしれないけど、2位とか序列2位とか3位とか集まってさ、みんなで会談しちゃって別にその弔問なんかに何の意味もない。ただ意味があるとしたら、一応岸田が顔を売るっていう。それだけ。岸田が今日本の首相って誰だか知ってる？僕だよっていうさ。ちなみに本間さん、オミクロンは2週間で再感染する例もありますよ。うわ、岸田さんのこの夏休みナイスショットでかかっちゃいましたね。これ国葬の時に感染したら参加できないですよ。わざわざ外国から来てもらって、あのモニターで参加ですよ。恥ずかしいよ。恥ずかしすぎる。ちょっと倦怠感が強いんで参加できませんと。でも何のために開いたんだって感じなの。そうするとさ、岸田はどうやって参加するの？このあれタブレットで顔を写しにして、誰かがこうやってタブレットを持って歩くの。多分それしかなっちゃってから。あれだ、誰か官僚がこう自分の顔にこう結びつけて、で岸田の顔をアップしたやつで、でもそれだったら全世界から誰でも出れるじゃん、ね。プーチンでも出れる。プーチンもね。ちなみに一応弔問外交で最大級だったのはチトーです。ユーゴスラビア。だいぶ昔の話じゃないですか。いやでもあれはもう冷戦真っ盛りの時にね、ユーゴスラビアの大統領が亡くなってスターリンにも反抗するような人間だったんだよね。だから東西両陣営のトップ、日本も確か大平正義とかがこう言ってて、でそれでそれは弔問外交意味あると思いません？ね、意味あるよね。で東西で分かれてるけど、まあ亡くなった人、両陣営が、ね、集まってまあみたいなこうちょっとやり合ったわけじゃないですか。それは意味あるけど、でも今日本に来てそういう。いやだって対立してる相手が来ないんだからさ、別に何か世界政治に何か役に立つかって何の役にも立たない。プーチンも来ます、習近平も来ます、キム・ジョンウンも来ます、ね、これまあ昔の言い方で言うと東西の党の方ですね。はい、でその代わりキム・ジョンウンも来るけども、なんとユン大統領も来ます、韓国。ね、プーチンも来る、ね、代わりにアメリカ合衆国、ね、大統領バイデンさんも来ます。中国のね、習近平やプーチンも来ると思ったら、インドのモディさんも来る。で、ドイツのショルツさんも来る。で、なんだったらエリザベス女王陛下も来ちゃう。とまでやって、で、ちゃんと、あ、これだったらですね、あ、歴史的な意味あるけど、一個問題があるんですよ。岸田の存在感がなさすぎるって思って。僕、岸田なんですけど、みたいな感じで、あんまり大物が来すぎる。でも、安倍よりマシなのは英語喋れるところだよね。外務大臣やってたし、子供の頃、岸田さんは、やってましたからね。あ、ちょっと待ってね。すいません。ちょっとアマゾンが、大きいのが来て、空気清浄機を買いまして、ちょっとコロナの対策でね。何の話してたっけ？地頭の話だっけ？あ、じゃあ、弔問外交だ。弔問外交の話で、岸田が存在感ねえなっていう話をしてたんだ。そうそうそう。まあだからね、さっきも言ったけど、日本の首相って誰だか知ってる？ミーよミーって。ミー岸田だよーんって。あ、それが唯一のあれかな。いやだけどそのトップ来ないからね。多分あれですよ。ミーよミーよって言われたらアフリカ支援みたいにうちにもお金ちょうだいっていっぱいたかられるんじゃないですかね。なんかアフリカ支援になんか官民合わせて4兆円、今後3年間で本当に日本って余裕あるんだね。いやもう何を言ってんですか、非いずる国ジャパンですよ。ジャパンハウスナンバーワンですよ。もう金なんていくらでもありますよ。すごいね。それは昔の話なんですけどね。今やなんだっけ、子どもの貧困率がね、めっちゃ高い。中でも一番高い国って言われてるのに、すごいな。いや、まだまだ余裕だな。余裕。なんせ二階さん、ね、自民党はびくともしない。統一教会問題なんかでびくともしない。文句あるかボケぐらいの。で国葬なんかやってもいい、もう税金なんかじゃあいくらでも金なんかばらまいても OK だ。すごい、びくともしない。いや本当すごいと思う。余裕あるんですね。余裕ぶっこいてるね。平均賃金もこの30年間で800万円ぐらいまで上がったのかな、年収が。どうなんでしょうかね。全く上がってませんね。いやなんていうか、ほとんどっていうか逆にね、海外から見たら下がってんじゃねえかっていう話。まあそうね。なんじゃこりゃみたいなさ。なんか消費者物価指数も 2% 超えが当たり前になっちゃったからな。まあそういうね中で4兆円ってすげえな。なんか急に大きく出たよね。まあそんな中でちょこっとだけ期待できる動きがあってですね、この傲慢なる岸田政権に鉄槌を下す小池百合子、なんかね、全数把握見直さないって、東京、岸田政権に反旗っていうふうにこうなってて、まあ、ただ大阪もそうですよね、これ。大阪も全数把握見直さないって言ってたね。国が決めてくれって言ってた。で、和歌山県も手抜き工事なんかやったら後から大変なことになる、っていうふうに言って、あと島根県、これも全数把握も続けるっていうふうに言ってますから、まあ何気に地方の市長たちはですね、岸田政権にはちょっと「ん？」ってなってます。「ん？」って。こういうゆり子でも乱を起こすタイミングないっすね、ゆり子もう。ないよね。でも小池百合子、統一教会関係ないよね。出てこないね。出てこないよね。やっぱり相性が悪いんじゃないか。ちょっと悪い。やっぱり自分がね、生体号だと思ってる人とさ、やっぱりこう、自分がほらメシアだと思ってる人の宗教はちょっと合わないんじゃないのこれ。まあそうだろうな。まああと、ものすごい女性蔑視ですからね、統一教会って。そうだよね。だからやっぱ女の人っていうだけで合わないんだろうな。だと思うよね。もうなんか国葬とかでズタズタになっていって支持率もう解散まで追い込まれねえかな。まあだって自分で解散しないといけないからね。よっぽどだぜ。いやもう統一教会系で、さらに爆弾が一挙に何発か炸裂して、もう萩生田をはじめみんなハニトラに引っかかっていたとか、ね、萩生田、大臣じゃねえけど今政調会長に捨てられた私たちとか、そういうお姉ちゃんがゴロゴロ出てくるとかさ、チュッチュしてたじゃないの、エロタク山崎元幹事長よりも変態プレイしてたじゃないのみたいな。そんなのが炸裂すればさ、かなり危機的な状況になると思うけど、さすがにそれはちょっとないかもなとか思いつつ、いやまああってもいいけど別にね。ちょっとそうでもなければ自分で手放すって、まああとはほら岸田本人がね、岸田本人が実は毎晩こう一生懸命ツボをこう磨いてて、それで何、マザーハウスじゃなくてなんだっけ、マザームーンや、あ、マザーテレサじゃねえや、マザーテレサとマザームーンだいぶ違う。やべえな、そこ間違えたらやばいよね。ダメです。マザームーン、マザームーンって言って、こうやって一生懸命岸田がさ、ツボを磨いてたっていうんなら、話はちょっと違ってくるけど。ちょっとそれなさそうだしな。まあでも一応、後援会長が。岸田。後援会長がなんだっけ、日韓トンネルの。統一教会系団体の議長やってた。それで統一教会と関係あるの知らなかったって言ってんでしょ、すごいよな。え、お前らって本当そんなにお前らって間抜けなのっていう話だよね。そうだよ。さ、いやもうそれ確かに議長もやった、格好も出た、祝電も打った、飯も食った、そしてなんなら女も、っていう話なんだけど。それが全員みんなが揃いも揃って、いやだけど統一教会系だって知らなかったんですよっていうのってさ、やっぱり、あ、これだな。要するに、そういう、お前、そんな間抜けなやつらに政権任せてていいのっていう話だよね、結局、ね。いや、そうだよ。恐ろしい話だよね。ウルトラ間抜けやで、これ。まあもちろん本当は知ってんだけどね。いやでもさ、それで本当は知ってても本当に知らなかったのこいつら間抜きじゃねえかよって、そういうことだよ、何の危機管理能力もないのか。で中にはでもほらずっとお世話になったんで何が悪いんですかってまだ開き直ってるやつとかいるじゃん、なんか地方の方でさ、北海道だっけどっかの県議でさ、30年ぐらい付き合いがあるから何が悪いんだっていう、なんか文句あんのかお前っつって、いや文句あるよいたよね、文句ありまくりで、まあありえない。ね、何回も言うけどさ、お付き合い、政治家が祝電打つとかなんとかって、それは頼まれりゃ打つだろうって開き直ってるけど、相手のことはちゃんと調べるのが当たり前基本だしさ、で統一教会かどうかをチェックするというよりもやっぱりあれだよね、暴対法ができてからさ、暴力団系に間違って打っちゃわないかっていうのはすごい気使うわけじゃない。じゃあ暴力団系はものすごく気使って調べていれば、それは統一教会系だってさ、あ、これ統一教会だって分かるわけだよ、なのに暴力団系はすごいすぐ排除したんですけど、統一教会だけ分かりませんでしたなんて、そんなことありえない。ありえないでしょ。絶対ありえないわけで、本当にその自民党のやつらのね、厚顔さっていうかさ、あれはちょっといくらなんでも、まあそのあんたらのそのあれは言い訳は通りませんぜっていう話で、まあでも自民党はびくともしない第2回幹事長、要するに国民はバカだからすぐ忘れるって信じてるわけだよね。まあ、信じてるっていうか彼の過去の経験でそうだった。まあそうだったんだよね。うん。3年後はまた圧勝させてもらいますから。うん。だいぶほっとけもうずっとほったらかしにしないと忘れるからこいつらって。で選挙の前にね。うん。あとなんか給付金でも負けばいいんだと。GoTo トラベル行きてえだろまた。それ、うん、夏休みの GoTo トラベルをね全力支援で総選挙は9月、皆さん夏休み楽しんでもらえましたかって、うん、楽しんだ人は自民党に入れてくださいってもう最悪なんだんやこれは。ああいや国が持たなくなるよこんなことを続けてたら。国自体が持たなくなっちまいますよ。そう。でも彼らには見えてないんだろうね、それが。ん？誰彼らって。いや自民党にはさ、本当に日本は余裕のある国だって思ってるんでしょうね。いや結局あれだと思うよ。今さえ良ければと思ってるんだと思う。ああ今だけ自分だけあとお仲間だけ。うん。でこれさ、まあ、やっぱり安倍政権でその流れは決定的になっていて、うん、今だけ自分だけっていう、うん、だけどやっぱり日本っていう国この20、30年、つまりバブルがはじけて以降はやっぱりさ、あらゆるその階層っていうか世界っていうか、うん、日本国内で、うん、やっぱりそういうものが完全に蔓延してるじゃない。うん、例えばさ、うん、日野自動車、日野トラックね。ああ、はい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 。あれで、なんだっけ、エンジンの偽装を、うん、もう20年以上してましたっていう話でしょ。うん、あれとか、うん、あとほら、三菱自動車とかさ、三菱電機だったっけ。いろんなやっぱり企業、老舗企業にそういう病気がはびこってるじゃん。うんもうとりあえず俺がやってる間とにかくなんとか、うん、なんとか隠蔽、うん、で俺が卒業したらあとは野となれ山となれっていう、うんまあ、そういう意識広げさせたのは安倍政権だと思うよ。まあ決定的に広げたのはそうだけど、うん、でも自動車会社とかのさ、うん、不正って安倍よりも前からあるから、ねうん、確かにねそういうのがまあずっと増えてきたんでしょうね、うん、すごい増えてるよね、うんで後の世代っていうか、だってもしそれがバレて批判されるのは後の世代の人たちなんだよね。うん。で後の世代になればなるほどさ、いや前がこういうふうにやってたからで前例踏襲でやってきましたみたいなね。あもう責任の所在がよくわかんねえみたいな。でもなんかやっぱりなんかそういう事件ってすごい多いじゃないやっぱり今。うん。特に老舗のって言われる企業群ですか。だからやっぱりなんかこう日本全体がまあ多分そういうあれになっちゃってんだねっていう、うん、で当然そうなれば政治家の皆さんもそういうその流れで自民党の皆さんもみんなその流れトップが示してくれないと、うん、いやトップは示したんだよ。このツボでいいんだツボで僕が示してたわけよ。ツボは素晴らしいってビデオまで出ちゃったわけじゃん。大役やもうだから安倍派の連中が一番多いんだよ、ツボにはまってるやつらさ。わかりやすいよねやっぱさ。うんまあそうなんかな。もうこれなんとかさしないとダメだけど、とりあえず我々ができることはもう国葬中止、やめとけこんなもんって言い続けて、やめとくのが一番いい。比率をね下がってもう一回選挙するっていうのが、だって統一教会内閣でしたっていうのはさ、ちょっといくらなんでももうおかしいじゃんっていうことをやり直し希望する人も多いと思うんで、まあだから、まあそこに追い詰めるためにもね、ずっと地道におかしいよというふうに言い続けるしかないな、これは。ということで、今日は本間さんと、国葬ね、国葬の問題と、まああとちょっと国葬の整理っていう本があって、これが結構面白かったんで、少し紹介しつつ、もう外交の場にもならねえぞ、こんなのという話をですね、させていただきました。いや、本間さん、本日もありがとうございます。ありがとうございます。なんと本間さん、昨日も売れましたよ。サイン付き。あ、素晴らしい。はい、ありがたいですね。本当に皆さん買っていただいて、東京五輪の滞在1月満足特別バージョン買い方、YouTube 説明欄に書いてありますので、ぜひ見てほしいなと思います。今日も読書。それではよろしくお願いします。